Hi, this is Hiroma Saito, TEDx's organizer. Just 1 week ago, I went to Soma City in the north of Fukushima Prefecture to meet one of the leaders of Soma City recovery efforts. Soma City is located about 40 kilometers north from Fukushima No. 1 nuclear power plant and damaged by more than 15 meters high tsunami of March 11th. Today, I'd like to share with you my experience on site and short talk of the on-site leader. なんか結構木があったんだよね。これ木を植えてたやつを切り倒されてこちらに。だから。どこまでが、まずあそこに建物があるっていうことは、まだここ町ですよね。町ってだやですね。まあなんか田んぼだったの、なんか農作地だったのか。今回は待ったなしに文句も言えない。すごい惨事だと思いますよ。だけど一歩間違えればみんなどこ吹く風になっちゃうし、不幸泣いてらんないんですから。亡くなった人の数は数知れず、まだ見つかってない方の数も数知れず、もう不幸の話なんて腐るほどあるわけですよ。だけどそれも同情して一緒に泣きたい気持ちも多々あれど、そんなことしてる余裕もないわけですよね。だから復興に向けて、復興じゃねえんだな、まず市民を守ること、うん、なんとかっていうのをを決めて次に向かっていく、うん、それっちゃ本当に大変なことだと思いますけど、でも市民も強いっすよ。本当に強いと思う。やっぱり僕は最近感じたのは、やっぱり1週間10日っていうのは不幸のどん底なんですよね。やれ家族がいないだ、やれなんだって、もう話聞くたんびにどうしていいのかわからない気持ちにずっとなってましたけど、
最近この人たちってすげえな、強えなと思ってるのは、いや若よかったって、すげえよかったことあるよって、どうしたんですかっていう話を聞いてたら、オラさんの息子がさって見つかったんだよって、葬儀をあげられるよっていうのね。見れただけでのなんつうんだろう、感激っていうの、最後に別れができるっていうだけでっていうのを聞かされると、本当にこいつら強えなって、もう言われてる僕は言葉に出ない、うんうん、家も何にもねえちって、家族も誰もいないちって、一人で逆に生き残った辛さを乗り越えていくっていうのは、これはすげえな。で、語弊はあるかもしれないけど、東北にこの惨事が起きたっていうのは、俺は東北のこの被災者っていうのは乗り切れる力があると思うんです、うん、神様は乗り越えられねえあれを与えねえってわけじゃないんだけど、そう思うから、あの東北にこの有事っていうのを神様から与えられて、この乗り切る力、日本っていうのはこういう時でも戦えるっていう、本当にこの末期的症状に最後のあの一手生んだんじゃないのかなって、ここでなんか変わんないと、変わんないんじゃないかなって気はしましたね。でそれと同時に、日本の人の贅沢さ、弱さっていうのも、これも言葉に語弊があるかもしれないですけど、当然家もない、食い物もない、燃料もないって、本当に被災者の辛さっていうのはみんなあるかもしれない。でも時間が経って、ある程度渡って落ち着いてくると、おにぎり1個食えた幸せよりは、次にはあったけえものが食べたい、パンとチーズとステーキが食いてで、あったけえ木の実、木のまま出てきたんだったら、もうちょっといい格好がしたい、今まで5キロ歩いてたものはめんどくせえから車じゃなきゃやだ、うん、こういうのはなんか結構切ないっていうか、切ないっていうか僕らの弱さだと思うんですよね、うん、頼り切っちゃってた文明経済に頼り切っちゃってた、それとの戦いがこれからの日本の復興の一番の大変さじゃないのかなと思いますね、うん、まだ僕この年で良かったですよ、あと20、30上だったら本当に大変だったと思います。今まで戦後日本をなんていうの、支えてきてくれた、んでこんだけ豊かな国にしてくれて、もうちょいとのんびりとしましょうやって言った時に、ドーンときたこの有事に頼る力を持ってるやつっていうのは少ないと思いますよ、うん、だから我々ぐらいの世代とか、まあ、当然伊藤さんぐらいのもっと若い世代がやっていく話だと思うけど、そういうのがどんどん増えていくんじゃないですかね。それは本当に感じる。Since 3.11, many of Japanese have started to think, what can we do in this disaster and crisis? TEDx is organized by Japanese young generation started to launch some projects to recover Japan. A project of creating the online global chorus to relief afflicted people. A project of supporting to recover people who damaged spinal cord injury in this disaster.And a project delivering aid supply to Soma City. As another aspect, since 3.11, many of Japanese have felt deep gratitude for the warm messages and a lot of aid from all over the world. Also, we will never forget this feeling of gratitude, and someday we will do something in return. We TEDx seesHave received hundreds of messages from TEDsters and TEDxers living in 14 countries. We appreciate it so much. We TEDxees must act with TED and TEDx friends to relieve Tohoku and Japan by converging old and new global and Japanese ideas. We will open our mind, learn from all of you.And take action with you for the future. We wish to be a creation force
in Japan's restoration efforts, and sincerely hope that you will join us. Lastly, thank you for organizing TEDx Earthquakes 90.0, Carlos-san, TEDx Director Alara-san, TED team, and everybody praying for Japan. Thank you very much.